だから今回の選挙でも60代70代80代の方からの声がすごくやっぱ多くて、はい、テレビが正しいなと思ってたのに世界がひっくり返ったと。だから今まで撮ってたものが間違えたと気づいたから、うん、もう一回一から情報をインターネットを通じて情報を取って勉強ができるということが多分嬉しかったんでしょうね、うん、そういう声が非常に60代以上の方から多くて。ここで仕事されてるんですか？はい、そうです。こちらが僕の仕事場と、立花隆がいつも YouTube を撮るのがここですね。結構これ小綺麗にされてますけど、先生方によってはこれ散らかってたり、綺麗だったり、おしゃれだったり、雑だったり。ひどい先生、ひどいですよ。本当に資料山積みで。もうぐわーって。そうです。うん、まあ、逆になんか頭いい人とかは多分そういう資料山積みの部屋が落ち着くんでしょうね。僕はもう、なんていうか、立花さんとか NHK 党っていう、うん、NHK っていうキーワードを使ってる時点でも、ただただ危ない人たちでしかない、うん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 、ないわけです、はいはい。で、立花さんのこともなんとなく知ってるけど、うんうん、教えてくれたのはうちの娘で、中学校生なんですけど、うん、学校で流行るんですよ。うん、NHK をぶっ壊すって。うん、で、うん、で、何なのそれって言ったら、うん、いや、NHK 党でぶっ壊すってやってるんだと、うん。だけど、斎藤さんの演説を聞いたときに、うん、あ、こういう人を生む場所なんだ、みたいな、ふうに思ったんですよ。そうですね。で、僕は思ったのは、立花さんっていうのは多分その今の日本に必要な毒というか劇薬みたいな、うん、そうですね、うん、なんかまずいことも起きるんだけど、そうですね、うん、今の時代必要だからあの人が現れたみたいな。なんで NHK 党なんですか、うん、って誰かに聞かれたら、うん、なんでこの環境この場所にいるのって言われたらどういうふうにお答えされてるんですか？僕の座右の銘でもある縁と流れとタイミング、縁と流れとタイミング、そうです、うん、なんでいるのって答え言われたらもうその一言ですね。そのような縁があって流れがあってタイミングがあったからここにいるっていうのの、その言葉に集約されるかなっていうところですね。じゃあその堀江さんとの出会いもその縁っていう部分だと思うんですけど、そうですね、でも例えば堀江さん、うん、なんて人だと、うん、みんな仲良くなりたいとか気に入ってもらいたいって人が行列作ってるわけじゃないですか、うんうんうん、その中でこう取り立てられるじゃないですけど、うんうん、側近になるっていうのはなんか自分はどういうような要素があったと思います？縁だけじゃないと思うんですよ。これね、これも一言なんですけど、便利なやつなんです。起業家になった時から、常にメンターっていうのが、はい、学生を卒業した時からメンターっていうのが常にいてるんですね。そのメンターにとって、常に僕は便利なやつっていうポジションをずっと探し続けてきたんです。その中で、だからこれは多分野球やってる時もそうで、監督からコーチからした時に、斎藤便利なやつやねんとかっていう、そのポジションっていうのがあったから、僕はここにつけたんじゃないかなっていうのを思いますよ。だから堀江にとっても多分便利なやつですし、立花にとっても多分僕は便利なやつだと思うんですよ。リーダーシップ取ってるっていうのは別の部分というか、すぐ隣にあるその要素というか。そうですね。うん。要は、ただの大将でも誰のことも聞きたくないっていう感じではないわけですよ、ね、うんうん。ああ、でもめっちゃいい質問で、ありがとうございます。常に僕、メンターの前、だから今やった立花隆とか、堀江貴文の前では、リーダーキスっていうのは多分一切出さないです。あ、消すわけですね、そこ。消すし、そもそも出せないというか、だから、立花隆とか堀江貴文いたら、基本的に僕その場のところ一緒にいたりと、基本喋らない。ので、仕切ることもないし、とりあえずそのフォローだけしたりとか、なんか気聞かせることとかしてみたりとか、今回の選挙なんかでも、立花が喋ってる最中、僕何してたかって、僕警備係してたんです、結構後ろの方で。はい、やっぱり何かあっても嫌やなとか、ややこしいやつ来おへんかなって、結構うろちょろうろちょろずっと外周を何周も何周もして、ちょっと警備係とか怪しいやつおれへんかなみたいなっていう警備係してたんですけど、なんかそういうふうなボスがいてる時には常にリーダー気質は出さずに便利なやつ。ただいなくなったら僕は常にこう、仕切るのが好きなので、はい、このリーダーになる。使い分けですよね。そうですね。うん、なんか空気が読めるっていうことやと思うんですけどね。空気読むってことですね。うん。なるほど。そこをお前出しゃばるとこちゃうねんとか、うん、そこをお前出るところやろとかっていう空気が読めるっていうのがあるかもしれないですね。それって立花さんもすごくないですか、うん、出るとことを抑えるっていうか。いや、そうですね。一線越えないじゃないですけど。今、なんか、刑事告発となんとかされてますけど、うんまあ、あれだって大怪我するような話でもないじゃないですか。うん、そうですね。一応想定内のダメージというか。そうです、そうです、そうです。まあ、後でちょっとその話も興味あるんで、後で聞こうと思うんですけど、うん、じゃあその辺のなんか、今自分何者かっていう、ちょっと冷静に、うん、見るっていうのはできてるっていう。そうですね。うん、結構、己を知って、敵を知れば百戦危うからずじゃないですけど、はい、やっぱ何よりもやっぱり自分を知るっていうことと、はい、やっぱり自分を好きになる、はい、自分を大事にするっていう自己肯定感っていうところは、常にやっぱり、大事にしてますね。もう自分の味方は、一番の味方は自分であると、常にこう昔から信じ込んできたので、はい、
自分を肯定し続けた人生やったんじゃないかなっていうところあります。その人のことを知ってるっていうのもあると思いますね。だからバランスがいい人っていうのはね、そこそこいるかもしれないんですけど、でも自分が好きな人であるとか、まあ立花隆とか堀江貴文みたいなのことを知ってたからっていうのが、そもそもなんか堀江貴文との距離が近くなったっていうところありますね。だからなんか、あ、堀江さん握手してくださいよとか、なんか堀江さん初めて会った時に写真撮りましょうみたいなっていうことはもうね、本人嫌がるのが最初から分かってたから。ああ、そうですよね。だから一番最初神戸のバーで会ってからもう一言も喋らなかったですもんね、うん、なんか6人ぐらいで一緒におったんですけど、はい、なんか一言も喋らずに、はい、自分を出すこともなく、俺は堀江門と喋ったとかって自慢するじゃないですか。あ、そうですね。なんか始まるじゃないですか。で、そうですね、距離を分かってたというか、まあ、まさに空気読めてたというか。で、そういうのも見てるんですよね。見てるんですよ。そう、本当見てるんですよ、あの人たち。今のその斉藤さんを作る上で、育った環境というか親御さんとかはどんな方なんですか？うん、めちゃくちゃ普通の一般のサラリーマン家庭で、姉が5つ上に姉がいて、2人兄弟で、で4人家族で、もう中流の普通の家庭です。中流なんだけれども、なんか幸福度で言ったら非常に高い家庭で育ってきましたね。え、親御さんのご職業はどんな方面の？父親はもうずっと輸入業。輸入業。そう。あ、商売されてたんですか？商売じゃないんですよ。サラリーマンで。サラリーマンもその会社で一個でもずっと大阪で、はい、もうずっとその仕事だけをずっとしてきて、で、土日になったら土日はもうちゃんと帰ってくる。夜帰ってくるのは別に遅いわけでもない、はい。で、土日になったら野球のコーチをしてるので、はい、日曜になったら一緒に遠征行って、で、母親も一緒についてきて、ずっとビデオ撮影して、で、帰ったらそのビデオ、野球の振り返りビデオを見ながら晩ご飯を食べてみたいなとかっていう、すごく平凡だけれども、すごく愛あふれる幸せな家庭育ちでしたね。うん、野心は結構強い方なんですけど、はい、こんなにこう、ある種平凡な、最も幸せな、平凡な家庭に育ってきたのに、こんな野心あるんかな、みたいなとかっていうぐらい。いや、例えばお父様、変わり者って言ったらですけど、いろいろ、なんか、冒険好きとかなんとか、なんかだから、お父さんの姿を見て、俺も、ちょっとこうなろうみたいな、そんなストーリーではない。ないっすね。石橋を叩いて渡る割には、面白いし、柔軟性もある。母親も同じような感じですね。育った町は荒れてたりはしてなかったですか、学校。僕は兵庫県の尼崎市っていうところなんで、はい、元々はそうなんですよ。割とやんちゃなところが、ね、はい、人が多い場所ではあるのですが、ヤンキーとも、ガリベンとも仲いいタイプで、はい、なんかそこの尼崎の中とかでも、なんかすごくバランスよく生きてたというか、悪い道に行くわけでもなく、はい、かといってなんか勉強の方に分けに行くわけでもなく、野球をやりながら、なんかすべてなんか平均的なというか。でも野球でなんかプロになろうぐらい思ってたんですか？野球でプロっていうのは全く意識してなくて、ただ一つ目指してたのは、オリンピック選手になりたいなって。あの当時、まだプロ野球選手はオリンピックに出れなかったんですよね。なので、ただやっぱり日の丸を掲げてるっていう、その国という枠組みがすごい好きなんですよ。うん、だからなんか子供の頃は映画を見て、なんかペンタゴンで働きたい。アメリカ国防総省、ペンタゴンで働きたいみたいな。なんかその国を守るとか、国とかっていう単位が、なんでついたのかはわからないけれども、そもそもそこの単位が好きなので、だからなんかこう、兵庫県とか、尼崎市とかっていう、ところの単位ではなく、僕は政治家としても国という単位の政治をずっとしたかったんですよ。だから割とそのうちの親の趣味なんなんて言ったら息子みたいな。まあ熱心というか、そうですお盆のというか。そうです。それが、ちょっと話はそれますけど、はい、今でも、僕の追っかけしてますからね。あ、そうなんですか。じゃあ、その政治活動も興味持って見てください。そうですよ。今回の演説もかなり来てましたよ。本当ですか。やっぱ兵庫県でやるっていうのがあって。あ、でも、姫路の親御さん見たら感動するんじゃないですか、あれ。いや、もう、まあ、割と慣れてきたというか。ああ、いつもの感じ。そうですよ。うちの党のことを僕よりも知ってるので、はい、アンチの情報も取るし、肯定的なところも全部持ってるから、はい、あんな言ってたやん、こんな言ってたやん、それ聞いたことないし知らんわ、つって。感想も言ってくれるんですか？言いますね。そもそも、僕がやっぱり NHK 党に入った時に、まず親に連絡したんですよ。はい、奇抜なところやと思うから、はい、いろいろ世間から叩かれるかもしれへんし、なんかこう、受け入れられへんかもしれへんけども、そこで、ちょっとこれから頑張っていくからねって、いろいろ迷惑かけるかもしれへんけど、ごめんねって先に連絡をしといて、はい、はい、まあそれでもまあまあ今インチャーあんたの好きなようにやったらいいからって、その時はまだ全く NHK 党知らなかったんですけど、
で、ある時からテレビをやめさせたんですよ。うちもう75歳ぐらいになるんですけども、はい、10年弱ぐらいかな、もうテレビをやめさせ、はい、やめさせるってどういうことですか？もうテレビ見て、うちの親はもうすぐ文句言うそう。もう、ああ、こいつ言ってる、これ、ああだこうだとか、もう、ああいうから、もうテレビやめと。テレビなんかもうストレスでしかないし、はい、ここから取る情報はもう偏るから、もうやめときっつって、はい、その10年ぐらい前からずっと言ってたら、はい、じゃあどうするの？だからもう今はもう YouTube あるから、もう YouTube で好きなもん見ときと。うん、なんかやれ、沖縄好きやろって。はい、ハワイ好きやろって、そういうのだけ見とったらいいよっていうふうに言ったら、そっからも親がテレビをやめて YouTube だけを見るようになったら、うちの党のことをむちゃくちゃ見るようになって、はい、あ、うちの息子がやってること別に変なことじゃない、うん、むしろ立花さんすごい、立花さん大好きってなって、そこはちっちですね。そうです、そうです。うちの党のことを好きになってくれたっていうのがやっぱり嬉しいですよね。うん、結構やってること親になんかいろいろ言われると辛いところありますからね。そうですね。そっか、それは理解のある、うん、すごいですよね。もう75歳なのに、もう本当だから今でも趣味ですよ。だから姫路も来てましたよ。本当ですか？はい、尼崎からわざわざ電車に乗って、はい、まあ、ね、基本的に言ってることってそんなに大きく変わらないのに、はい、やっぱりそこで息子が喋ってる、立花さん喋ってる、そしてまあちょっとしたね、僕の親って言ったら、あ、斉藤さんの親なんですかみたいなとかっていうのもあるから、あんま目立つの好きな親ではないんですけど、居心地は悪くはないですよね。あと国会でバチバチやってるああいうの見たらどういうふうに、なんか。あ、特にそういうので何も言ってこないですね。うん。ただなんか僕の母親なんか僕の X を見て、なんか、たまにいいねをしてくるんですけど、なんかあんまりこう人を攻撃したりとかそういうしてるものにはいいねしてこうへんのに、ああなんかたまにみたいな。でも X を運用されてるんですね。あ、そうです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 。情報収集ツールで楽しんで見てる、はい。だから今回の選挙でもすごく多かったのが、まあ今僕の親の話をしたんですけど、うん、その60代以上の方、60代、70代、80代の方とかっていう方からの声がすごくやっぱ多くて、はい、まあ僕らの本来ファンじゃない人たちじゃないですか、はい、そういう人たちっていうのは、が、もう気づかされすぎたと。もう我々は本当テレビを信じてた、来てた世代やし、テレビが正しいんだと思ってたのに、もう世界がひっくり返ったと。もう改めてこのインターネットっていう情報を取ってやらなければならないから、ある種ゲームがまた再スタートになって、今からの人生ワクワクしてきたって言われたんですよ。だから今まで取ってたものが間違いだと気づいたから、うん、もう一回一から、情報をインターネットを通じて情報を取って勉強ができるということが多分嬉しかったんでしょうね、うん、そういう声が非常に60代以上の方から多くて、そういうことを言う新鮮な意見って 2,3 年前はなかったような、なかったですね。あの、僕稲村さんの1回見に行ったんですよ、うんうん、そしたらあのおじいちゃんに声かけられて、うんうん、何やってんのみたいな、うんうん、いやちょっと自分の目で見ようと思ってね、うん、東京から来たんだけど、うん、でそれはいいと思って、うん、テレビはもう何言ってるか分かんないし、うん、あのなんか、例えばパソコンの中身なんだとかって言っても、うんうん、あの本当のとこ分かんないですね、うんうん、だから見るのは正しいよとかって、うんうん、だからあのテレビは間違いだみたいな、うんうん、であと僕のそのインタビュージャパンのチャンネルで今回一番跳ねたのが70万回ぐらいが再生されてる、うんうん、あの斉藤さんの演説あるんですけども、うん、それもなんで跳ねたかっていうと、うん、あのやじっていうかその興奮したおじいちゃん、おじさんが、うんうん、ありがとうございます、ありがとうございます、新聞テレビは嘘だらけなんだ、ありがとうございます、 NEC 党の言う通りだ、ちょっと落ち着いて。そのシーンであのバズって70万ぐらいいったやつ、はいはい、それちょっとまた見てみます。そういうことが生まれるのが NHK 党だとは思うんですけれども、それに属してるっていうのを親御さんがこうなんか応援したり楽しんでくれてるっていうのは、うん、すごく僕は幸せなことだなというふうに。いや本当そうですよね。親孝行って言ったらあれですけど、そうですそうです、いや本当にそう、でもそうだと思います。いや感動されたら嫌じゃないですか、うん、NHK 党入って。そうですそうです、割とこのあんたの好きな通りにしたらいいからっていうのを言っていただいてたんで、だから、まあ一番最初何反対したかって言ったら、僕は25歳の時に独立して、そのお店を買い取るっていう、まあ商売始めるっていうところぐらいかな、25歳の時に。その時は反対されたんですか？反対というか、もうそんな商売なんかそんなうまいこといかへんし、なんかもっと安定した
社会人として行ってほしいみたいなことを言われたけど。でもまあ、そのお勤めされてた親御さんだったら、まずそう、うん。そうですね、そうですね。うちの家系でやっぱ商売やってる人っていうのがそんなになかったし、しててもやっぱり上手にうまいこと言ってなかった人やったりとかしたんで。で、そのお店を買い取ってオーナーになるとかって失敗する匂いしかしないじゃないですか。そうですね、そうですね。いや、ほんと確率的にはむっちゃ低かったと思いますよ。1割以下じゃないですか。まあそうですね。だから飲食店なんてやっぱり、ねえ、よく言われるのはやっぱり 10年残る飲食店っていうのはやっぱり 2% やって言われるんですよね。そのご商売がうまくいったっていうのは、どの辺が要因なんですか？なんか。僕の場合はやっぱりパートナー、そしてチームが良かったっていうのがあるんじゃないですかね。だからチームでやっぱり盛り上げていけたので、だからある意味そのリーダー気質じゃないですけど、割とチームを上手にこう機能させることができたから売上利益が上がったっていうね。まあ単純にその営業時間伸ばしたりとか、定休日なくしたりっていうのができたっていうのも、やっぱりそのチームと、やっぱそのパートナーがいたっていうのがあったとは思いますね。じゃあ、ちゃんとその教育って言ったらあれですけど、従業員の方とのコミュニケーションとか、ちゃんと皆さん、やる気を持って働ける環境を作るのを頑張ったと。そうですね。むしろそこが好きやったというか、そこが面白かった。だから僕は結局もう飲食もやめようと思ったのが、その、まあ、家族みたいに一緒にやってた、その社員、なんか5、6名、その時いたんですけど、をやっぱ最低限給料1000万にしないと、ここの少なからずこの5人ぐらいはと思って、あの商売をこう拡大路線をずっと言ってたんですけど、どう考えてもこの5人に1人1000万渡して5000万の利益出すこと自体が無理なんですよ。その飲食でもジャンルは何だったんですか？僕ね、カフェレストランで1個が80坪のカフェレストラン、で、もう一個が40坪ぐらいのカフェレストラン。で、もう一個三つ目が、これが結構すぐに潰れたんです。ここが100坪ぐらいの鶏焼肉のレストランをちょっと作ったんですけど、合計飲食は3店舗だけだったんですけど、そこそこ規模が大きかったから、年商で言ったら2億ぐらいの規模だったんですよ。でもそれって僕、全然ちっちゃい商売しかしてないんで、全く理解できない範疇なんですけど、どうなんですか、その店増やすって、コピーペーストトレースで簡単にできるもんなんですか、その。増やしていく。いや、できないですね。僕の場合ちょっと特殊で、1個目のそのカフェレストランっていうのが国道沿いにあったちょっとレストランやって、で、2店舗目が大爆発して1億売る店になったんですね。で、その店がどういう店かって言ったら、海の目の前でプール付きレストランっていうテラスがドカーンあって、もう海が見えて目の前プールでっていう、なんか海外のプロモーションビデオかのようなそのロケーションのレストランをやったので、横展開っていうのはそもそもできなかったんです。そんなこと作るのもやっぱ難しいし、そんだけの土地を確保するのも難しいしっていうので、できないから、結局その鶏焼肉っていう店を作って、でそれを横展開して拡大させていこうと思ってた矢先に、その3つ目のレストランを潰してしまったんですよ。だから展開としては多分かなり難しかったと思います。